説明しますですね。昨日船長、君たちからの誕生日プレゼントが届きまして、ちょこちょこね、少しずつ届けてもらってるんですけど、玄関に置いてもらったのを部屋の中に運ぼうと思って持ち上げようとしたら、もうマジで重くて、重っと思って、めっちゃでかい箱だったんですけど、もう一生懸命フッてやろうとして、そしたら船長足の爪引っかかってたみたいで、気づかずに「えいっ！」って持ち上げたら「ベリーってあーってなって、で、なんか、いたと思って、一旦足引っ掛けたから、チラッて見たら、めっちゃなんか、足の薬指の爪の真ん中らへんにめっちゃ折れ線みたいなの入ってて、なんか血がなんかドボドボ出てきて、めっちゃ泣きながら、泣きながら絆創膏を貼って、もう二度と見れないと思って封印してたんですけど、はあ、ああ、ちょっと思い出せないようにしてっからさ、もう風呂ももうさ、入りたくない。もうこの絆創膏を二度とめくりたくない、船長は。もう二度と見たくない。もう嫌。ああ、もうお風呂も入りたくない。何？お風呂入らなくて、今日入らなくていいよ。いや、実は昨日入って、昨日夕方入ったけど、夜入ってなくて、多分それ、今日は入んなきゃいけないかもしれないんだけど、できたら入りたくないよね。臭い？いや、それがさ、臭くないんだよね、実は。君たち、船長のこと臭いと思ってるかもしれんけど、船長って風呂入らんくても臭くないんだよね、実は。まあ、3日目からは限界の匂いするけど、3日まではね、臭くないから、マジで。なんか、船長って鼻悪いんだけど、でもなんか、彼方とかが鼻良くて、鼻のいい彼方とかがね、風呂入らないで遊びに行ったら 入れよ 風呂入らないで遊びに行ったけどね、臭くないって言ってたから、大丈夫。いや、そんなわけないだろ。いや、本当だって！マジ臭くないのにな。悔しいよ。信じてもらえなくて。誰か信じてくれ。本当にそうなんですけど。いや、臭くないんですけど。頭痒くならない。まあ、3日目からは限界かな。社交辞令？いや、社交辞令なんて言わねえから、彼方は。気を使ってる。いや、使わねえから。言いたい放題言ってくるぞ。それに、誓ったもん。一緒にさ、臭い時は臭いって言おうねって。誓ったから、一緒にさ、頭かゆいのかよ。2日目くらいにはちょっとかゆいところがあるね。何の誓い？いや、なんかさ、やっぱさ、みんなさ、気使い合って社交辞令言い合ってっけどさ、うちらはさ、正直にさ、言い合おうって言ってさ、前誓ったんよ。そう。いや、臭く、マジでちょっと、チャットしとくわ。天音の彼方に。これ絶対寝てるわ！絶対寝てる。まあ、いや、ギャンブラー行こう。お風呂。お風呂、うるさ。マジ、お母さんかよ。キマジのこと今日からババアって呼ぶけど、いい？ いいよ、いいの？よくないだろ。こっちもババアって呼んでいい。なあ、その、やられたらやり返すみたいな。ただのお風呂が嫌いなババアなのに、なんでそんなに可愛いの？ああ、こんな船長に惚れるなんて。お前本当に好きか？と、ただのお風呂が嫌いなババア？言い過ぎだろ。どうしたん？ねえ。でも、海外の方だからちょっと日本語が怪しいのかもしれんわ。ちょっと、言い過ぎだろ。おい。ねえ、君、誰がお風呂が嫌いなだけのババアだって？ でも、そう思ってみたらすごいでしょ。ただのお風呂が嫌いなババアなのにこんなに可愛いなんて奇跡ですよ。怪我の具合はどうですか？いや！見る？どうしよう。ああ、どうしよう。でも一人で見るより君たちがいるときに見た方がいいかな。やだ！あ、ちょっと待って、どうしよう。今見る。やだ、見れない。やだ、わあ、見たくない、見たくない、見たくない。どうしよう、剥がすときに爪も一緒にペリって取れたら。やだ、考えたくない。ああ、怖いよ。
っと考えないようにしよう。忘れよう。ねえ、もうやめて、お願い、もうやめて、触れないで、もう、その配信もしないで。もうしないで、コメント欄見るたびに、ってなるから。可能してないか見た方がいいよとか言わないで、もうやめて、お願い、もう言わないで、もう聞きたくない、そんな話ばっかするならもう配信切ります。もうやめてください、聞きたくないからそういう話。赤スパありがとう。おパンツ見れると聞いて、おパンツ助かる。いいよ。見せてあげる。はい。嬉しい？船長は君たちが喜ぶことしてんのに、君たちは船長を傷つけるんだね。ひどーい。ごめんって。うん。いいよ。じゃあもう許してあげますよ。もうじゃあ。ね。